はい、それでは後半戦進めてまいりましょう。続いては加藤ダチョウ高之さんです。皆様盛大な拍手でお迎えください。じゃあ始めます。はじめまして、ダチョウの伝道師の加藤と申します。今日はよろしくお願いします。早速、ご質問なんですけども、皆さんは今まで何種類の肉食べたことありますか？まあ、ここにちょっといくつか載せてますけど、まあ、牛、豚、鶏、この辺はもう皆さん大体食べたことありますよね。で、羊、馬、それから最近話題のジビエとか、あ、早いなこれ、まあ、じゃあちょっとクイズなんですけども、この A、B、C、それぞれ何の肉でしょう？もちろんこの中にダチョウ肉混じってます。ちょっと誰でもいいんで、じゃあ手前の方、 A は何でしょう？B は、C は、正解は全部ダチョウでした。本当ペース早いですねこれ。そう、あの写真で見た通り、あの結構普通に他のお肉と似てる感じのお肉なんですね。あのこのダチョウのお肉が今これからの世界を変えるんじゃないかということで注目していて、僕はこのダチョウの普及活動っていうのをやっています。じゃあ次、肉の話をしたところで一気に変わっちゃいますけども、これ左、あの紅白とかでラスボスさんがよくつけてるような感じ の、 あの羽ですけども、これも実はダチョウの羽なんですね。あとそういうあのファッションとかで使えるのこの派手な羽、あれも実は大体ダチョウだったり、宝塚とかそういうのもダチョウの羽が使われてるらしいですね。でそれから次が卵ですね。まあ世界で一番大きいダチョウ、あ、卵って言われてますけど、まあ、この白くて大体人の顔の一回りぐらい小さいぐらいの大きさの卵で、ペイントするとこんな装飾品になったりとか、それからちょっと写真入れ忘れたんですけど、あのこの卵以外に皮ですね、オーストリッチの皮といえばダチョウの皮、これも世界のエキゾチックレザーの高級革として使われている。でそのダチョウ肉ですけども、実はこの原産国である南アフリカとかではスーパーで売られていたりしています。金額的にどれぐらいかっていうと、牛肉よりちょっと安いぐらいで、つまり普通に買えるお肉になってるんですね。大体まあ、100g 1500円ぐらい、じゃあ150円ぐらいですかね。でちょっと桁が間違えちゃいました。つまり日本でも普通にお肉って買えるぐらいですよね。でそのダチョウですけども、お肉的にカロリー牛の半分ぐらい、脂肪7分の1で鉄分が3倍ぐらい、すごいヘルシーなお肉なんですね。じゃあこんなお肉がどうしてあのこれからの時代に必要なのかっていうところなんですけども、実はあのお肉作るためには多くの餌が必要になります。牛肉だと11倍、豚肉だと7倍とかって言われますが、ダチョウだとそれがたったの3倍で済むんですね。これかなり効率いいですよね。実はでもダチョウの持ってるポテンシャルっていうのはこれだけじゃなくて、次のスライドになるんですけども、じゃあそのダチョウ何を食べるのかっていうところが一番すごいところ、牧草系とかその野菜とかですね。あの今穀物というのは世界的にどんどん上がってます。人口がどんどん増えてるっていうか背景にあるんですけども、それによってお肉どんどん値上がりしてますよね。その値上がりの理由になっている穀物がダチョウだとほとんど関係ない、つまりこういうクワとかアルファルファとか牧草、あと野菜中心に育てられる。そうすると今世界中で起きている食料問題とか、その生産の過程で起きている環境問題、それが緩和されるかもしれない。そんなにすごい可能性がある。これもダチョウ肉ですね。これちなみに埼玉の牧場です。日本にも実はいっぱい牧場できています。でそんなダチョウ肉なんですけども、いろんな課題があります。生産規模が少ない、あと生産者の数も少ない、なのでインフラが全然整っていないので生産コストが高いんですね。例えばダチョウ屠殺ができるとこ、日本全国に 5,6 カ所ぐらいしかないです。まあ、そんないろんな課題があって、せっかくのいいお肉なのに高くて買えないっていう状況がある。でそんな、ダチョウ業界の課題を解決すべく、ダチョウを作る人、食べる人が両方どんどん増えていくように、ダチョウが持っている可能性をより多くの人に知ってもらおうっていう活動をしているのが、この僕が言ってるダチョウの伝道活動っていうことなんですね。もうそろそろかな。なかなかこの20秒って難しいですね。で、そのうちの一つのご提案が、まず、ダチョウ食を始めようというところですね。先ほどあの、まあ牛肉に近いような感じの赤身のお肉だと、でそれからヘルシーなお肉だっていうことを話したし、それからこれからの未来にあったライフスタイルっていうところでダチョウ肉必要なんじゃないか、いろいろ考えてる、そういうことを考えてみた方はぜひダチョウ肉食べてみましょうと。で今までやってきたものとして、下北カレーフェスの中で、まあ、ダチョウカレーやっていただいたりとか、これ外琴さんに載せてもらったソーシャルチラシ寿司っていうところでダチョウ肉を使ったチラシ寿司とか、結構いろんな料理を使っていただいたりしてます。
でそういういろんな料理だけ、まあ、料理を実際に作ってみたいという方には、料理教室をやってくれた人もいたりとかして、この時結構もうダチョウフルコースでいろんな料理作りましたね。結構部位もいろいろあるのでいろんな料理に使えます。もう和洋中何でもいけますね。それからあれなかなか変わらないはい。でそれからですね、まあ、空いてる土地があるとか新しい授業始めたいとか未来に向けた活動をやってみたいっていう方はダチョウを飼ってみるっていうのはどうでしょうか。僕も飼いたい飼いたいとここ 1,2 年ずっと言ってるんですけど、なかなか今東京に住んでるんですけど、やっぱり、まあ、千葉とか茨城とか行かないと飼えないかなっていうことで悩んでます。これ昨日取ってきた埼玉の牧場ですね。これひなです。ひなすごい可愛いんですよ。でこんな感じで牧場ツアーっていうのを前やった時にいろいろ来ていただいた方で、これ僕の甥っ子です。甥っ子もあの牧場に連れてったことがあります。でこうやって餌あげたりとかしてダチョウに触れ合ったりしてて、まあ、情操教育もいいんじゃないかなと。で、まあ、人口はまだまだこれからも増え続け、2050年95億人に達するって言われてますけども、その過程でどん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 地球の資源が失われていってしまってるわけですね。でそういう中で、ダチョウが普及することでそういった部分が解決するんじゃないかっていうところが僕がまあ、ダチョウの伝道活動を始めたところなんですけども、まあ、僕の一個今5歳、震災の年に生まれたので今年で5歳になる年ですかね。やっぱりこの中お子さんをお持ちの方とかいるかと思うんですけども、そういう子どもたちにちゃんとしたこう明るい未来を残していきたいなっていうふうに思ってるんですよね。でそのためには次のスライド、はい、まあ今から150年前って日本人って牛肉ですらほとんど食べていなかった。つまり食文化って変わる可能性が十分にあるわけですね。で食文化が変わることで世界が変わるっていうことが実現できるんじゃないか。で僕はダチョウ肉を食べるっていう食文化ができることによって、日本だけじゃなく世界が変わるんじゃないかっていうことを考えています。なので、まあ、ダチョウに限らないですけども、いろいろそういう自分の選択肢が世界変えるってことにつながるんじゃないかと思うので、ぜひ皆さんも世界を変える一歩っていうのも、何かしらの形でやっていただければと思います。じゃあご清聴ありがとうございました。加藤さんありがとうございました。ダチョウ肉は僕たちはどこで買うことができます。ですね、買いたいっていうか結構ご相談よくいただくので、はい、Facebook とかでメールでご相談いただければご用意します。あとは、はい、食べれるお店、はい、都内にいろいろありますので、はい、ここ行けば食べれるよっていうこともご紹介します。加藤さんのお友達になればですね、フェイスブック。そうですね、頑張りました。さっきの埼玉の牧場っていうのは東京からでも気軽に行ける、はい、埼玉の群馬に近いあたりなので、電車だと3時間ぐらい必要ですかね。一番近いところでもそれぐらい、もう少し近いところだともう少し規模が小さいけど、栃木の小山っていうところにあって、そこだとまあでも2時間ちょいぐらいですかね。 あとはじゃあもう加藤さんがダチョウを買うしかないそうですね、頑張ります、はい、ありがとうございました。加藤さんでした。ありがとうございました。